皆さんこんにちは、そろそろ意地悪なドッキリがやりたすぎてうずうずしてるゆうじくんです。誰かな次のターゲットは誰かな。本当に良くないですよあのねドッキリはやっぱ一時期さもうお互いなんか検証系でめっちゃすごいやってたから最近それなくなってきたじゃないですか。なりましたね。始まるよ。やめよ楽しみだな。好きじゃないんですよドッキリ。あーいつか会えるよはい、ということで今日やっていく企画なんですけども、ワッタに勝つために秘策を用意しました。勝つためだったら俺を選ぶのは間違ってる絶対違うんやけどな。国武コーチでございます。強さが2倍になると思いきや多分 0.5 倍になると思います。よろしくお願いします。もうちょっと面白いこと言ってもらっていい？面白いそれが俺それがパワハラって言ってるワッタは国武コーチの実力を知りませんから。あーやったことないですね。そう、試合したことないから。練習もしたことないですもん。でしょ。試合もしたことないし、はい、でも国武はワッタのことを見てるよね。ありますね。でむしろよく試合してるの見るもんね。見ますね。だよね。ってことは研究しまくってるじゃないですか。勝てるわ。ほらダブルス組んじゃう。まあ桜井さんか。え、もうちょっと強いで。気にするなで、ここでダブルスを組んでワッタに挑めばワッタはワンチャン入れるっていうね、より丁寧な卓球になるんじゃないかなと。速攻ついて僕がバズった方を勝ち込んでしゃもう勝てる戦法でこれはいけるんじゃないかな。あるね、確かに。やっぱ国武っていうこの存在は僕でかいと思ってるんで、これで試合していこうかなと思いますね勝つよ。頑張ります。よし、じゃあおはようございます。次は表です。マコモです。次違うじゃんそれ勝てる勝負いいねちょっと一緒最初はグーチェック。はい、5セット待ちです。5セット待ちです。2シーブ。ありがとうございます。まあ、じゃあ真剣にいっていいですか。しゃ、どーい。あ、強いかもしれない。うわ、うめえ。ラッキーでかい。あ、
いいよいいよ。ダメ。うわあ、ごめん。
ダブルスでナックルとかした系のサーブ、マックルじゃなくて、はい、を出してきたらワンチャンあるなと思って、はいはい、バリバリ最初巻き込みで、だから初見の人がそう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 し、自分のパートナーいないから回転残るっていう心配もないから、もうそうですね。で俺最初に試合の前にあのまずダブルスで結構下手なナックルばっかだから結構できると思うんだよねって言っちゃったから、で巻き込み飛んできたじゃん、急あれば飛行機急だよね、もうわーなんちゃったんだよ俺が最初余計のこと言っちゃったから。だそういうね、事前情報とかそういうのって結構ダブルスにおいてすごい大事だと思うんです。皆さんもダブルス組んで試合やってる際は、まあ、ちょっとお互いにそういう話をちょっとしながら間違った情報を伝えないようにして、相手のプレーをこうだからこうしていくっていう風にできたらなっていう風に、思います。だそうしたらダブルスってシングルスの力弱くても強いダブルスに勝つことができる可能性ってすごいあるんですよ、十分に。まあ、ただ時期が時期なんでダブルスすることないので、逆に今勉強する時期で来年から取り組んでもらえたら思います。